はい、じゃあ 3D プリンターとの戦い、僕とアップボックス、さっきちょっとちらっと見えた 3D プリンターの名前なんですけど、その3週間というタイトルでですね、金沢工業大学に今回新たにできました川崎国政研というところの PR の方から発表させていただきます。センスがすごいな。でですね、ミニドラの外装を主にこの白い部分というのはこのアップボックスっていうこの 3D プリンターで作成されています。でこの 3D プリンターでできているってことは、まあ、もちろんミニドラっていうロボットが今までなかったっていうのはそれもそうなんですけども、それ以上にやっぱりパーツが作れるっていうところがすごくいいなっていうのを身に染みる体験を僕はしてまして、まあ、ちょっと秋田くんがいた ANR っていう研究室がありましてで、まあ、そこでロイっていうのがいるんですけど、まあ、うちの研究室でこれを使ってるんですけど、今モーターがこの中に使われているモーターが型落ちでほとんど在庫がないんですね。でじゃあ他のモーターをつけようかって思うと、もうそのモーターにアジャストするようにパーツがしっかり作ってあるので、もう他のモーターが入らないか、トルクの落ちたモーターしかないとかいう状態になっていて、今すごい困難に陥ってるんです。で、まあ、そのじゃあ筐体を自分たちで作れるかっていうと、まあ多分無理だろうと、まあ、モデルも公開してくれないだろうと、まあしてくるのはあれですけど、まあ難しいと、まあ、そういう点でやっぱり今回みたいに 3D プリンターで印刷ができて、しかもそれをいろんな研究室で共有データを共有してもらえるっていうところで、やっぱりミニドラはこの今までのロボットよりも、まあ、長生きができるっていう言い方は変ですけども、まあ保持性に優れてるのかなというふうに感じました。でまあうちに 3D プリンターが届きました。僕は 3D プリンター届いたよ、大沢さんから来ました。これ多分若手の会の人だったら多分コンテクストがちゃんと読めるはい分かりましたということでですね、まず Chrome リモートデスクトップというのを使ってですね、まあ遠隔地からでも 3D プリンターの様子ができる、確認できるようにしてですね、まあ遠隔地からプリントもできるようにした。じゃああとはガンガンプリントするべとだったんですが、意外といろいろネックなところがありまして、まあ、全然僕自身は 3D プリントに関しては素人なので、まずこの向きがどの向きで印刷すればいいのかみたいなところからもうすでに引っかかってしまって、でうちの研究室も一応ちょっとだけ 3D プリンターをかじった人がいるので、なんか中空ができるだけ残らないようにしようとかいろいろ言ってたんですけども、まあ、結局あまりうまくいかず、まあ、右下のような失敗例がいっぱい生まれてしまったと。で困ってきたときに、ちょうど合宿の2日前に3日前ですかね、はい、マイナス1日目と川崎教授が来られまして、川崎教授がちょろっとこう調整をしていただいた結果、もうサポート材は右のようにきれいに剥がれるし、この合宿期間でガン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 組み上がっているし、とさすがです川崎教授として色がないそしてまあ噂の3人中2つがあるんですけども、こちらが頑張ってる川崎教授の姿ですね。この3人、PM ですよ。PM じゃないですよ。AM ですよ。すごいんですよ。川崎教授はですね、この6時までもね、すごいずっと頑張っていて。違うかとか。今後ミニドラが広がっていくためにどうするかっていう、ハードの部分でやっぱりいろんな問題点が見つかりました。ですげえよで公式マニュアルとかサポートとかいろいろあるんですけど、一応、まあ、公式マニュアルにも川崎さんから教えてもらったコツみたいなのは全然載ってなかったし、なんか、Wi-Fi を設定するときにうちの研究室セキュリティ的に Mac アドレスを知りたいんですけど、 Mac アドレスの見方が分からなかったので、サポートにどうやってやるんですかって聞いて、1ヶ月ぐらい経ちます。まあ、そのぐらいのサポートしか、まあ、やっぱりなかなか難しい。でまあやっぱり川崎さんが足りないっていうハードマン多分全員一致してると思うんですよね、川崎さんが足りないというわけでですね、これから皆さん多分 この V0 を持ち帰っていただいて、皆さんの場所それぞれで使われると思うんですけども、まあ、やっぱりハード、まあ、ソフトウェアもいっぱいいろんなブラックな部分があったと思うんですけども、ハードにもやっぱりいろんなネックがありまして、そういうところをやっぱり共有していって、で次のバージョンにどういうところがネックになったのかっていうのをちゃんとフィードバックしないとやっぱり進化にならないので、まあ、どんどん今日こんなコツがあるよ、プリントはこうした方がいいよみたいな知識も共有していくし、まあ、ちょっと僕たちのレベルではここはちょっと難しかったですみたいなところをガンガンフィードバックしていけるといいのかなと
というような感じで、まあ、3D プリントを担当していた僕としては、まあ、こんな感じで以上になります。ありがとうございました。